アルペンスキーをしている佐々木明です。皆さん、スポーツで世界に行くっていうのはみんな難しいと思ってるけど、ちっちゃい頃からオリンピックに出たい、ワールドカップに出たいじゃなくて、オリンピックで勝つ、ワールドカップで勝つ、世界大会で勝つ、常に思ってたらみんな自然に行けると思う。俺はそうやってずっとやってきた。俺の周りの人もそうやって世界で活躍してる。だからみんなも絶対に勝つ、絶対に勝つ。でもそれはプレッシャーでも何でもなくて、一生懸命やるっていうこと。だからみんなそれを、実行して、常に一生懸命、何事も負けても勝っても一生懸命やる。それをみんな心に留めて頑張ろう。俺もこれから頑張るから、みんな見ててね。アルペンスキー佐々木明でした。みんな頑張れ。